というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い世界ファッションと癒されるミラクルの声、センシルさんのお時間です。ですね、このね、動画を撮っているのがお盆の真っ最中なんですよ。ねえ、この動画を見てる君もお盆楽しんでますか？エンジョイしてますか？今年の夏はですね、ここ2、3年の夏と違って、ねえ、ちょっとね、エンジョイできるかなみたいな感じの夏になってるわけなんですけど、この動画を見てる君も今年はね、エンジョイしちゃってるかもしんないですけども。いや、本当にね、久々にね、今この画面に映っているゲーム内の私のように、夏をね、満喫しちゃってください。まあ、例のね、あれに対する対策も忘れずにね。今夜の私の肯定テーマは、もうね、ご覧になっていただけている通り、夏、楽しみ、てんこ盛りコードです。ですね、今回はこんな感じになっているわけなんですけれども、フランクフルトにうちはそして花火。ねえ、もう夏の楽しみ。てんこ盛りって感じになってないですね。この肩からかけているアサルトライフルあると思うんですけれども、こちらはね、射的用のライフル。こんな感じでですね、今夜はお盆なので、コードでもですね、夏をてんこ盛り楽しんでみましたよ。ねえ、いかがでしょうか。ですね、夏をてんこ盛り楽しんじゃったその後は、例のあれ、限定ガチャの方もやってまいりましょう。さあ、先週さんでは、最新のセクシー、そして最新のキュート、そして最新のキュライが、もうね、光の速さちょっぱいで、やってまいりますから、もうすぐ引かなきゃなんないっすよね。というわけでですね、今夜も張り切ってね、もう真夏の運試しやってまいりましょう。ですね、まずは素敵なガチャの数々をさらっと拝見させてもらってから引いてまいりたいんですけれども、さあ、まず1個目がですね、未知のアドベンチャーという感じなんですけど。アドベンチャーっぽいガチャって、前にももう1個ありましたよね。あれはね、探検ガチャっていうか、みたいな時には、こうバシバシのね、正統派の探検家スタイルだったんですけれども、今回はちょっとこう、なんだろうね、これワンピースかな？ねえ、ちょっと可愛い感じになってるっぽいですね。そしてあとはですね、夏といえばアイスバー、ピンナップピクニック、シーサイドバケーション、フルムーンパンサーという感じになってますね。いや、今回どれ引いてこっかな？フランクフルトをですね、今日のコーデで食べていましたので、いや、次アイスバーも追加したくなってきちゃいましたね。ねえ、ちょっとアイスバーのガチャいきますか。というわけでですね、今回引いていこうと思ってるガチャは、夏といえばアイスバーっていうガチャになりますね。でも可愛いフルーツバーがモチーフの、そんなガチャっぽいっすよね。このワンピースも、すごくね、フルーツの柄と、あとこのイチゴのなんだろう、ポシェットかな。めっちゃ可愛いよね、これね。というわけでですね、今回も素敵なガチャアイテムの数々をさらっと拝見させてもらってから引いてまいりますが、さあ、まず1個目はね、今回、背景っぽいっすね。フルーツアイショップって感じなんですけれども、可愛いフルーツがいっぱいのショップじゃないですか。なんすかね、フルーツを大きくしてさらに可愛くデザインしたアイテムって結構あるじゃないですか。ねえ、そういうのがね、こうたくさんある感じ。めっちゃ可愛いよね。続きまして、アイメイクになりますね。ライムシャーベットアイって感じなんですけれども、いやー、もう透き通るような素敵なグリーンの瞳になってるっぽいっすね。いやー、ちょっとね、またね、カラーがめっちゃいいよね。さあ、パッと見キウイフルーツっぽくなってるのも可愛いっすよね。続きまして、ヘアスタイルになりますね。フローズンフルーツボブって感じなんですけれども、こう、ボブって書いてあるんですけれども、進化するとね、今画面のキャラクターがコーデしている状態が進化している状態になるわけなんですけれども、こうするとですね、ロングヘアになるっぽいっすね。最近のガチャって本当、進化前と進化後で、ガラッとヘアスタイルの変わるアイテム、いっぱいね、ありますよね。こんな感じなので、ヘアスタイルはね、本当に二つ三つ欲しいっすよね。そして続きましては、ワンピーアイテムになりますかね。カントリーフルーツワンピーって感じなんですけれども、こちらも進化マークがついておりますね。進化状態っていうのは、今ね、画面のキャラクターがコーデしてる状態になるわけなんですけれども、いやー、可愛いフルーツがめっちゃ増えるっぽいっすね。このアイテムも進化すると、可愛ささらに天候もいって感じっぽいっすね。いや、ワンピアイテムもそういう最近当たってないっすね。そして SR 最後は欲張りアイスバーという感じなんですけれども、焼きましたよ。私もね、最初にね、ご覧いただきました今夜の行動でフランクフルトを食べてましたんで、ね、次はアイスバー行きたいっすよね。本当にね、今年の夏も暑すぎて、この動画をね、今ご覧になってくれてる君もアイスね、めっちゃ食べてると思うんですけども、どんなアイスが好きですか？ぜひね、コメント欄で教えてくださいね。ここからですね、あれになりますけれども、あれはですね、さらにさらっとご紹介させていただきたいと思います。それですね、フルーツヘブンジュースリップ、ベリーアイスバー、アイスイチゴバッグ、フルーツリボンベレー、ジューシーヘアピン、フルーツフェイスシール、オレンジネックレス、フルーツアイスバー、アイスショッパー、フルーツシューズという感じですね。へー、いや、このね、フルーツアイスバー。いや、こちらもいいっすね。そうですね。今夜も、どのアイテムが当たってほしいかなってアイテム、ね、拝見していきたいんですけれども、さあ、まず SR どのが欲しいかなっていう感じなんですけれども、SR はね、やっぱり今回は、欲張りアイスバー。こちら欲しいっすね。ねえ、やっぱりこう、コーデ内でもアイスを食べたい。そんな感じです。R はどれがいいかなって感じなんですけれども、SR ね、最近あんまり引けてない感じがあるので、こう、R のね、
ベリーアイスバー、こちらをね狙ってまいりたいですね。他にですね、あのジュースリップっていう新しいリップアイテム、こちらをねちょっと気になってますね。最近ね新しいリップアイテム手に入ってないのでね、ちょっとこちらも気になりますね。そしてそうはいつもなずかさん、この辺が当たりそうじゃないってアイテム、こちらもね選んでまいりたいんですけれども、今回ね当たりそうかなと思ってるのはフルーツリボンベレー、こちらじゃないですか。ね、このフルーツリボンベレー帽がビビッと来ましたね。というですね、今回も3回引いておりますんで、この動画もですね、今ご覧になってくれてる君も何が当たりそうかなと、ちょっとですね、予想してみてください。それじゃあ行きますよ。まず1回目。お、これもでもヘアスタイルがないんだよな、確かね。お、ベル。まあまあだな。やったぜ。フルーツリボンベレーゲット。素敵なフルーツがね、あの、画面見て右側、ね、たくさんついてるんですけれども、ベレー帽自体もなんか、ちょっとね、若干バナナっぽい感じがしますね。ね、こう、すべてがこう、フルーツ。いやー、フルーツを身にまとう喜びって感じですね。じゃあ2回目も引いてまいりますが、さあ、2回目何が出るかな、お、バッグ、バッグってなんだろう。お、やったぜ。あれと合わせて見るのがいいんじゃない。やったぜ。フルーツアイスバーゲット。しかもさ、こっち側にアイスバーを持ってるってことは、最初にね、ご覧いただいたフランクフルト。ねえ、これ併用できるってことじゃないですか。いや、さらに欲張りが加速しますね。それとラスト3回目も引いてまいりますが、いや、多分ね、今回も SR 出ない回だと思うんだよね。お、箱はね、ヘアスタイルの可能性ありますよ。お、バッグですね。いいなぁ。羨ましい。やったぜ。アイスバーショッパーゲット。アイスバーショッパーって書いてあるんですけど、これってあれっすよね、多分。あの、おしゃれなお店のおしゃれな紙袋。お買い物した時に、おしゃれな紙袋に入れていただくと、ねえ、さらにね、テンション上がっちゃいますよね。フルーツで戻ってまいりました。いやー、早速ですね、フルーツバーを購入してみたんですけれども、そしてね、あの、今ね、さらにアップにして気づいたんですけど、最初から食べてたやつ、フランクフルトじゃなくて、チョコバナナです。こちらとなりますね。こちらがですね、私のセンシルさん内でのプロフィールになっておりますんで。だったらですね、フレンドさんになってくださいませんか？主婦で毎日センシルやってるナズカです。よかったら動画も見てみてね。そして、チャンネル登録もよろしくね。マジよろしくね。こんな感じでですね、私はまた次の動画、いやさ、次の夜にまたお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に。